紀川のほとりに湧く日本屈指の高熱温泉である湯村温泉、湯村温泉をお散歩します。湯村温泉は弱アルカリ泉で肌に優しく、湯上がり後はサラッとしていて、いつまでも体の芯からポカポカします。湧出量の豊富な温泉のため、旅館だけでなく各家庭にも配当されているそうです。春木川のほとりに設けられた足湯は天然かけ流し、川には鯉やカモが泳いでいます。それでは今回楽しみにしていたおばあカフェに向かいます。築130年になる元ガラス店の古民家を改装した湯村温泉の名物カフェです。割烹着のおばあたちがお出迎えしてくれます。どのおばあに出会えるかは行ってみてからのお楽しみです。店内でおばあの根性焼きを注文しました。かわいい、おいしくいただきました。ふれあいの湯とも呼ばれる足湯の横、荒湯に来ました。荒湯は湯村温泉の源泉で、98度の熱湯が毎分470リットルも湧出しているそう。荒湯ではその高温の湯つぼを使って卵や野菜、芋を入れることができます。私も卵を購入して初温泉卵に挑戦しました。30分ほど待って春木川沿いでいただきました。雰囲気も良くてとても美味しかったです。でも温泉卵って温泉味になるのかと思っていました。そんなわけないですよね。最近どこでもあるモニュメント、これからも兵庫県の魅力を紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。